お酒のお供にバラ飲みしつつ、よいしょよいしょ、ちょうど BGM がワークスになりました。嬉しいですね。バットマンという曲です。ご飯食べてます。いいですか。よろしくお願いします。あ、うまい。これは美味しい。美味しいですね。飲みやすい。甘っ。お酒人前で飲むのを見せるの初めてかもしれない。嘘。あ、こういうオフィシャルなの。こういうところで。ほんと。レアですよ、皆さん。ありがとうございます。どこのだろう。なんか適当に色だけで選んじゃって。スペインのですね。へえ。カバ来たいな、スペイン。スペイン行きたいよね。行きたいですね。行ったことない。私この間オランダ行ってきたんで。オランダ良かったですよ。どうでした？って言っても、はい、オランダに行った外、あー、なんとなくホテルの中の、なんかそういう感じの、だから道路とかで猫とかたまにいるじゃん、はい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 、野良猫みたいな、あんな感じで野崎でピリピリ走ってて最高っすね。可愛かった。牛とかね、クマとかいっぱいいて、あ、それはもう途中の街の風景で最高だね。たまたま田舎道走ってんのかなと思ったら、オランダの方に聞いたら、うん、いや結構牛と馬は至る所にいますみたいな。みたいで。なんかいいっすよね。海外とかは行かないの？海外はね、ライブでは行ったことがなくて、うん、まあ、プライベートではまあ何とか行ってるんですけど、うんうんうん、まだね、向こうでライブしたことないんですよね。あ、そうなんだ、うん、プライベートでちなみにどこに？結構行って、まあアメリカ、カナダ。アメリカはどこに？アメリカはシカゴですね。シカゴ、はい、シカゴ、なんとかシカゴ行って、うん、で、そっからまあ、タイ。タイ、あ、いいな、タイってことなの。タイいいですよ。タイいいよね。あと、バリ。バリ、うんうん、バリ、まあ、インドネシア。行って。インドネシアいいじゃないですか。インドネシアすげえ良かったっす。そこビジュアル系好きな方多いのよね、インドネシアって。ハロージャカルタ。見てますか、ジャカルタの方。バリ、みたいな。とか、あとは、あれですね、ベトナム。ベトナム、はい。あ、結構アジアとかもあります、もあるし、うん、まああとあれ、オーストラリア、ニュージーランド。あー、オーストラリア私も行った昔、ずいぶん前だけど、野生のイルカ触ったんですよ。イルカ野生のいいな。いや、めちゃくちゃ良かったですよ。あいつらね、絶対知能ありますよ。いや、賢いですからね。いや、もうこっちのってこと絶対分かってます。分かってるよね。ね、イルカはね、いいな。イルカなんか触れるの、私なんかね、うん、なんだっけ、あの可愛いけど牙するどう猛のやつ、ウォンバット。あー、ウォンテッド、違う、ウォンバット、ウォンバットですよね、うん、を抱っこしたりとかはしました。いいなぁ、ちっちゃい時ですけど、ね、自分のコアラとか。あ、ね、コアラね、いい、まだ大丈夫でした、抱っこできました。もうできないんですか？最近できなくなったって聞いたから、どうなんだろう。自分できる時期で一回も抱いた。あれずるいですよね。あ、いいよね。もうね、こうやってもうこうやってくるじゃないですか、うん、もうこ持って帰るぞみたいな。でもさ、なんかインターネットでさ、電話待ってるさ、はい、濡れたコアラ超怖いって言って。あ、知ってる、知ってる。なんかあの悪魔みたいな。そうあれですね、常にこうなってるし怖いみたいな。あざといわみたいな。こんばんは。こんばんは。だからで、どうもどうも。そうそうそう、そっか、うん、他は他は結構いろいろ行ってるのね。結構いろいろ行ってますね。あとまあ普通にグアム、サイパン、ハワイみたいな。あ、ハワイ、カワ、カヤも行ったけど、まあ、あんなの別になんかこう、うん、旅行で、旅行で、旅行がお好きなの？旅行好き、あの親が好きで。あ、なるほど、はい、私もじゃあ親が好きでね、ちっちゃい時とかよく引っ張りますよ、はい、あ、なんか同じ感じですね、多分。でもちっちゃい時に行ったのってあんま覚えてないのね。まあでも俺結構あのバンド始めてからも、うん、まあ正月とか帰ってこいよみたいなことで、うんうん、よく連れ回されてたんで、うん、あ、なんか海外ライブしてよって。あ、海外ライブ、これはあれだね、もうぜひ、ね、うん、超やりたいですね。ね、そう、風邪ですかってさっき質問ありましたけど、私この間ね、ちょっと風
風引きそう、いやてかぶっちゃけ引いてるっていう感じで、うん、でも自分は風邪じゃない風邪じゃない、これは霊症とか思いながらそっちの方が怖いねと思いながら行ったんですけどね、思いっきりやっぱりあの飛行機がちょっとね あんまりねよろしくなくて、あじゃあオランダ行った時にいやもう引いちゃってた、あなるほど、あのあれです中国に行く、うん、行く道すがらの飛行機でやられました、もうドミシクですから ね、うん、でも元気なんだけど咳だけのこうちょっと、うん、昨日ずっとね咳してて、そうごめんなさいね、飛んでますね、全然昨日その10月1日配布なんですけど、うん、ガブ、うん、無料だから皆さんゲットしてください、ね、うん、ガブではね結構真面目な話をいっぱいしたんで、うんうん、今日はちょっとプライベートの話ももうツイッターで書いたんですけど、うん、俺今日も解剖されに来たと思ってるんで解剖、はい、ちょっと過ぎて原爆の気分です、ああいいですね、タヘル、はい、あのところの感じでよく出てくるんですよ、なんか出てきましたご存知そう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 、咳も色っぽいです、ありがとうございます、そう丸裸にしちゃうと、丸裸といえば、はい、すごいよ、you
素敵、ありがとうございます。それで見ていただきました。初ですよこの番組でフルで流す。え、本当ですか。そう、わー、ありがとうございます。素敵、皆さんラッキーですね。おー、パチパチいっぱい、ね、パチ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 、あー嬉しいな、ありがとうございます。いや、衝撃的な可愛いお尻から始まり。あー、本当ですか。あれ大変だったでしょ、撮影とか。めっちゃ寒くて。あ、そっか、寒い時期に撮ったんだ。そうですね。あー、すごいね。で、体を張った。まあやっぱり、うん、そのまあ誰かびっくりさせたかったっていう、うん、あ、誰かびっくり、とりあえず私はびっくりしましたよ。やったお尻って思ってね。あれもそうですよ。そこも深井さんすごい PV その時も確か流して、うん、うん、そういう反応だったんで、うん、と思って。いや、なんかただ可愛いだけのね、 PV とかじゃね、うん、やっぱね、なんか、うん、やっぱビジュアル系だし、うんうんうん、ね、まあ、衝撃を与えないと。そう、そういうことですよ、ね、うん、でもいいですね、こう作り込んだ。これは はい、どういう意図でお作りになったんですか。これは、まあ、やっぱりそのまあ、あ、そう、徹子の部屋っぽいですねすいません。バンドを、まあ、8年やってて、うん、で、まあ、1回それが、まあ、止まる、まあ、つまり自分 の、まあ、そのまあ、人生が、まあ、ゼロに戻るなって思ったところで、うん、バンドが止まるっていうのは本当大きいことですか、ね、本当大きいことじゃないですか、うん、で、まあ、そのゼロからの再生というか、うん、で、まあ、その本当に銀色の衣装に身をまとってというか、うん、本当に自分の中で銀っていう色がすごい作品を作っていく上で、うん、今後鍵となる、まあ、自分のテーマカラーみたいなものになっていくだろうなっていうふうにすごく感じたので、まあ、その何もない色すっぱだかの、うん、もう状態の自分から新しいそれで、あのお尻シーンが。そうです、そうです。すいませんね、お尻ばっかり言ってて。いや、全然全然、はい、それで、まあ、その、まあ、衣装を身にまとって、うん、その歌を歌うっていう、その、まあ、これから新しいこと始めるよっていうのを、まあ、決意表明みたいなつもりで表現したかったっていうのと、まあ、その誰かをびっくりさせたかったっていうのが、こう2つに、うんうん、1つに結びついた。いや、正しいですね。ビジュアル系であるものはやっぱりビジュアルでショックをまず与えないと。マジそういうことじゃないですか、ね、意味ないですもん ね、 ね、音楽だけじゃなくてビジュアルでもショックを、うん、見た目でやっぱり、ね、うん、伝えたいことを楽しんでほしいっていうのは、ね、うん、なるほど。どこで、なんでシルバーなの、色がですか、うん、好きなの。あのね、自分そのウィングワークスでザ・ハイブリッド・ショック・ミュージックっていうその、まあ、テーマを掲げてるんですけど、うん、まあ、ハイブリッドっていうのは融合するっていうことじゃないですか。で、俺本当に超そのビジュアル系が大好きで、うん、もう、まあ、本当日本が世界に誇る最高のカルチャーだと思っていて、うんうん、でプラス、まあ、ダンスミュージックとか要はテクノロジーを駆使した音楽もすごく好きなんですよ。あ、そうなんだ。あ、でもそんな感じですよね、うん、もう8系の、私も一緒大好き、ね、もう俺も超大好き で、うん、でそれをまずこう重ね合わせたいっていうか、2つのものを1つにしたいみたいなイメージがまずあるんですよ、うん、でプラス世界観っていう部分でいうと、まあ、本当にクラシカルな、うん、その宗教的なモチーフだったりとか。あ、そういうのも好きなんだ。大好きですね。ヨーロッパっぽい感じとかっていうものと、あと逆にその未来、要は近未来、うん、SF とかフューチャリスティックって呼ばれてるものも俺すげえ大好きなんですよ。どっちも俺相反するものだと思ってて、うんうん、ビジュアル系とそのまあダンスミュージック、うん、で、まあ、クラシックと SF みたいな、うん、でそれをこう一つのものにこうぶつけるみたいな。はい、わかる。分かる。そういうね、逆のものを融合させるのがすごい好きだから、うん、すげえじゃないですか、うん、ってなった時に銀っていう色ってすごいそのグラマラスだし未来も彷彿とさせる色だなっていう風に、うん、そうだよね。確かに、あのだって SF 的なそのシルバーっていうのも、うん、あるし、 あるし、あと宗教で銀ってすごく大事な、すごい大事な、ね、モチーフだからじゃないですか、うん、なんかそれいう意味でなんかいろいろ表現していけるなっていうのが、まあ、すごくあって、うん、でまあ俺すごいヒデさんもう心からリスペクトしていて、うんうんうん、やっぱりそのあ、そうか、昨日も言ってたヒデさんがお好き、はい、本当にもうすごい自分の道チームの方の一人なんですけど、うん、やっぱり彼もそのピンクっていう、うん、あ、ピンクです ね、 ね、あの方はね、でまああのピンクっていう色がもうヒデさんみたいな、うん、こう、まあ、そうだよね、ピンクといえばヒデさんだもん、ね、なんか自分もシルバーっていう色を自分のそういう色にしていきたいんですよ。あ、なるほどなるほど、うん、まあ、そういうまあ夢もありつつでこれにしたっていう。なるほど。
ありがとうございます。今度は銀服限定ギグってやつあれでしょ、サイバーで、はい、池袋サイバー12月の13日に銀しか、うんうんうん、銀を何か着てこなきゃダメみたいな何でもいいですよ。だから今日なんか俺手袋とかは、まあ、あ、髪飾りとかでも全然大丈夫です。シルバーアクセサリーだけっていうのはダメです。あ、なるほど、はい、シルバーアクセとかもあるもんね。まあ、それシルバーのウィークとかもいいんですか。もうバッチリです。じゃあ行っちゃおうかな。あ、マジっすか。ぜひぜひぜひこっそり、こっそり最善にいるのに。あ、いいっすか目立つよちょっと上がってきてもらって一緒に立ってみたいなはい、行くよなんて。あ、ありがとうございます。ありがとう。アルミホイル、あ、いいな、アルミホイルで服作るみたいな。あ、おしゃれかもしれない、ね、あ、そういうの大好きっすね。来てこれるもんなら来ておいでいいですね。私もね、そういうのすごい好きで、黒服限定とか何回かやったことあるんですけど。あ、いいなー、いいですよ、ああいうのやったことなかったんで。会場が眩しい、キラキラしてるかもね。そうですよ、銀の洋服ってどこで売っている。まあ自分物販でもまあ作ろうと思ってるんで。あ、グッズが、はい、じゃあぜひグッズをお買い求めいただいて。それでも全然いいですし、うん、ホイル耐久性ゼロだと思うんで。そうですね、ビリビリに破れながら、まあ、捕まらないように来てください、ね。あ、まあ俺がちょっと喜んでるから気をつけてもらって。でもね、これ皆さんね、ちょっとわかんないかもしれないですけど、結構衣装がね、ハードなんですよね。そうですね、バキバキスケスケだもんね。これなんかいんなそうですね、メッシュですこれ、うん、ね、はい、私昨日ね、対談しながらもうずっと気になってて。あ、本当ですか。そう、裸見えているわって。ああ、もう、まあ、まあ、むしろ見せたいみたいな。めっちゃ見ながら喋っちゃいました。すいませんさっきね、そういえばね、はい、だから次だって、なんかね、うん、徹子の部屋にすごい反応してる人がいてね、はいはいはい、よく言われるんですよ、私よく喋るんで。近くで見たいですって。それはまあぜひライブに来ていただいて来ていただいて、うん、あ、オランダのお話来た。あ、俺も実はもっと聞きたいですよ。本当どういう、その、いや、でもね、さ、あの冒頭でも話しましたけど、はい、本当ホテルでのコンベンションだったんで、うん、本当にホテルで缶詰で。あ、ホテルでライブ。そう、あー、すごいねで、この間行ったロスとかもね、先月1月ロスだったんですけど、うん、ロスも、まあ、ホテルのほとんど缶詰で、うーん、まあ、コンベンションセンターっていうところにロスは行ったんですけど、うんうん、あのワシントンの時もそうだったんですけど、ホテルの中のなんか広いライブスペースみたいなところがあって、うん、あー、なるほどね、そこにあの照明とかステージとかでも持ち込んで、うん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 、ライブするっていうか。へー、だから全然外にも行けないし、観光も行けなかったし。あ、ただね、本当にイケメンが多いの。あ、めっちゃいいっすね。あと美女も超多い。最高じゃないですか。すごい、みんな綺麗なの。へー、でもみんなね、あの朝ごはんとか、まあ、スタッフの方と、うん、まあ、多分ちょっとお客さんとかも入れるスペースでご飯食べてたんですけど、うん、みんなコスプレしてるのね、うん、スタッフさんも、うん、だからなんかね、ご飯食べてる時は横にね、あの進撃の巨人のね、うん、あのなんていうの、戦う人たち、あれですか、あの調査兵団。そう、はい、へ、調査兵団がいて、はい、マジっすか。結構立体起動装置も、そう、なんかいっぱいつけてて、へぇ、口こされたらどうしようとか大丈夫ですとかね。あと朝ごはん食べてるときはね、斜め前にね、あのナルト、うん、ナルトとね、ルイージがいた。ルイージ、マリオの弟です。謎すぎる口のさしかも二人も超イケメンなのすごいイケメンだけどルイージーと思って。そうなんです。さあ、アニメ系のなんかフェスとか。あ、アニメのイベント。あ、なるほど。でもアニメだけじゃなくて、うん、どっちかというとホラーとか、うん、なんかちょっとゴシックなものに特化したイベントだったみたいで、うんうんうん、オランダの、うんうん、危ないってタイトルなの。めちゃめちゃセンスいいっすね危ない、あのローマ字っていうアルファベットで。まるで私が危ない人みたいです。それっていただきですね本当に。それ面白かったけどね。深井さんはそのお呼ばれしたんですか。お呼ばれして、だってイベントはお呼ばれしていくこと。あ、いいな。メキシコとかはね、どっちも2日、あ、2日じゃないよ、2年連続メキシコも行ってるんですけど、メキシコだけはこっちからの持ち出しでワンマンライブで。ああ、なるほど。やって、へー、うん、メキシコ暑いですよ。もう、でもメキシコって結構治安的なものが。治安はね、そうね、この間あそこに死体が転がってたとかね。そういう感じですよね。結構怖い話いっぱい聞きました。あ、朝だわーと思ってパーってこう窓とか開けると、うん、あのピストルの跡とかで穴開いてたりとかするの。え、それ加谷さん狙われてってことですか。え、違う違う違う、開けるんじゃなくてなんかホテル、ん、なんか銃撃戦とかあったんでしょ。へぇー、キャーみたいな。うわー、いいっすね。でもやっぱ海外、日本だけで、日本、あ、フィンランドもそうだったけど、うん、フィンランドとかね、北欧とかね、日本はね、うん、安全だから夜中に女の子であるね、ちょっとコンビニとかも平気でしょ、うん、もう他の国は危ないですよ、やっぱり。あ、そうですか。
ね、そうだよね、ブラジルの方とかそうじゃない、あの日本で普通に女の子一人で夜中歩くでしょ、うん、日本だけでしょうね、本当に。ああ、なるほど、うん、まあでも日本でも気をつけてほしいですけどね。フィンランドがすっごい平和だったんですけど、うん、でもあの最近ね、あのヨーロッパの方からちょっと危ない人が流れてきてるとか、やっぱであのほらフランスとかさ、うん、ドイツとか、うん、あの下の方、うん、南の方から要はその国にいられなくなったおろつきたちが、ね、ならず者たちがね上に行ってるとかでね、結構ね治安が悪くなってきたから、すごい残念っていうのをフィンランドの子が言ってて、気をつけてほしいです ね, ね。でも日本も最近治安が良くなりましたけどね、昔に比べて、ね、あ昔に比べてね、歌舞伎町とかもう安全ですよね、本当に。あ歌舞伎町とか逆にちょっと安全だけどね。あそうなんですか。なんかほらああいうとこって規制がすごい厳しくなったでしょ。ああなるほど、ね、なんかもうリアル龍が如くみたいな。あれって実際にあるんですか、ね、どうなんでしょうね。私ね新宿大好きなんですけど歌舞伎町嫌いで近づかないんで、うん、あ分かんないんですよね。なんかスタジオがね、うん、レコスタとかがこうあったり、歌舞伎町にあるんだ。歌舞伎町が抜け道みたいなことになっちゃったりしてるんで、うんうん、まあチャリとかでたまにこう。歌舞伎町はね新宿ルイードっていうとことね、うん、ロフト？ロフトね、うん、とかに行ったりするときにしか行かないです、ね、ああなるほど、うん、もっとなんか奥の方っていうか、うん、あの辺結構怖いね、結構ね、歌舞伎町怖い。歌舞伎町ね気をつけてください。遠征そうおかずにね歌舞伎町が近づいてダメですよ。まあ、俺がチャリで行ってるときに、ねうん、もし危険な人がいたら思ってくれるんですよ。怖い目に遭ったことはないですね。うん、うんうん、あ、フランス人のファンの子ありがとうね。それだけあったけど、フランスからとかね、オランダわざわざ来てくれてる子がいて、うん、ああ、ほんとですか。そう、へえ。結構いろんな国から来てましたね。うん、ドイツからとかも来てくれてたし、いやうん超海外行きたいっす、ほんとに。絶対合いそうだよね。ほんとですか、うん、おすすめですよ、今。Please call me to Pauline ですよ、本当に。ぜひ皆さん、つなげてください。そう、あのね、私の国に来てっていう意見もいろいろ聞くんですけど、うん、なんか、やっぱりね、うん、こう呼んでいただけないと結構行けなかったりするじゃん。全然呼ばれないといけないですよ。ね、うん、だから、そう、あと、日本でもね、地方都市でね、うん、ここ来てってよく言われるんですけど、うんうんうん、なかなか呼ばれないと、なかなかね、来ないよね。なかなかね、なんか、待って言ってもさ、うん、そのやっぱ箱も知らなかったりするし、そう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 、うん、うん、でももう47都道府県みたいなとかすげえ全部行きたいけどね。全部行きたいですね。ライブいいよね。ライブ大好きですよ、うんうん、私沖縄とかすごい行きたいんだけど。沖縄でも1回だけ旅行行っただけですね。うん、めっちゃちっちゃい時に行ったきりだから、はいはいはい、うん、旅行難しいよ ね。旅行だったらまだしも、まあね、まあね、うん、うん、今まで何カ国ぐらい行ったんですか。旅行を含めると20以上は行ってます。あ、本当ですか。ライブ20ぐらいかな。ライブだとライブだと10ぐらい、分かんない。ライブどこ行った。フランス、ロシア、うん、アメリカでしょ、ロス、ワシントンとか、うん、で、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、チリ、ペルー、うん、どこだ、あとドイツ、うん、イギリス、あとはどこ行った、バイテン、ポーランド、あ、うん、と、あとはどこ行ったっけ。ライブしたのはそのぐらい。あ、イタリア。あー、いいっすね。ライブは知らないけど、握手会とトークイベントだけでフィンランド。あ、なるほどなるほど。13か。へえ、うん、いいな。フィンランドはね、すっごい私好きなんで、うん、ライブをしたかったんですけど、うんうん、どうしてもライブまではちょっと急すぎますって話で、うん、なるほど。じゃあトークショーだ、うんうんうん、みんなにどうしても会いたかった、トークショーだって感じして。あ、プライベートで行ったのがなど7カ国で。へえ、プライベートどこで。プライベートはそれ以外だとどこ行った、スイス、へえ、フランスとかドイツのライブでも行ってるから、オーストラリア、うん、香港、うん、シンガポール、うん、あとどこ行ったっけ。もう行き過ぎてみたいなことですよね。あと
とどこだ、中国は乗り換えだけだから、あ、違う、中国とどこだっけ、なんか、まあ、そんな感じ。なるほど、いいですね。海外好きなので。ああ、もう俺も大好きなんですよ。でもね、こんだけ言ってるんで英語喋れないんですよ。一言も。え、でも MC とかは向こうの言葉で全然日本語。ああ、わかるんですか、向こうの人って。結構ね、日本語をジャパンカルチャー好きな方が多いから、うん、覚えてくれてて、うん、だから簡単なこんにちはとか、かわいいとか、うん、あ、かわいいね、おい、うん、しいとか、かっこいいとか、うん、好きとか、愛してるとかみんな言える。イケメンとかわかるんですか。イケメンはどうなんだろう、どうなんだろうね、うん、うん、イケメン、どういうのイケメン知ってる、うん、イケメン声をちょうだいって通じる、声をちょうだい言ってるよ。そしてライブで絶対声をちょうだいって言うんですけど、もうそれは鉄板でどこの国でも、あ、声をちょうだいかやっていうのは絶対やってます。うーん、で、あの英語にしたりとか、うん、マイネームとか、あ、なるほど、Give me your voice とかそういうことも言うけど、うん、基本は声をちょうだいで、あ、それがもうイケメン知ってるって。へイケメン、いや、かわいい、いいな、ですね。でも本当にね、いろんな国でこう来てくださいって言われるから、うん、日本の文化がこんなに愛されてるの嬉しいよね。嬉しいですね、大事にしていただいたと思いますね、うん、いいと思います、ビジュアル系大事、うん、ね、じゃあこの辺でですね、この私たちみたいなこうしっかり信念を持って世界観のある、うん、とあるお方の新曲が昨日リリースだったので、ちょっと PV を見ていただこうと思います。上條さんです、どうぞ。 OK かな、 OK、 どうぞ。若人生に飾るロマネスク、君の中眠るらしき狂気を白い肌の裏を流れるメロディー、今もその体だけは片時も忘れない、青木の気高地に植えたものへ、 Love your rose、 あでやかに君を彩りたい、唇一輪のバラで、もうその愛に毒にはいらない、青く染まれ Loving a Rose。 はい、上條さんの昨日発売の新曲を聴いていただきました。ごめんなさい、初めちょっと絵が出なかったみたいです、失礼いたしました、ごめんなさい。これなんてお読みすれば、ルイルイで合ってんのかな、合ってます、確か皆さんに確認してなかった、ラビアンローズですね、すごい素敵、さすがの、いいですよね、かっこいいですね、かっこいいよね、もう大好き、本当にダーリンダーリンずっと言ってますけど、あ、上條さんとはね、もうずっとベルサイユ始める前ぐらいからソロでご一緒してて、うんうん、よく一緒に CD 出したりとか、ノードオブスキルソンです、ね、あ、よくご存知で、大好きです、ね、ありがとうございます。出したりとかしたんですけど、旦那じゃないよ、旦那は福助さんね、あ、そうなの、ダーリンです、勝手に私いっぱい作ったっけ、いっぱいいるんですよ。で、そう、ね、マナさん出てたよね、ねー、マナ様出てくれてびっくりしちゃって、俺はなんか CM かなんかで見て、うん、お、あ、マナ様だ、ね、そう、で俺、上條さんのツイッター勝手にフォローしてるんで、ああ、なんか見てて、あ、マナさん、うん、なんか、今回のテーマが、あのルイ17世、がモチーフらしくて、もしあのほら幽閉されて死んじゃったのよね、はい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 、17世は、ほら16世がほらフランス革命で殺されて、うん、でもしその17世が生きていたらっていう設定らしくて、へー、素敵、うん、なんか物語がいろいろあって、うん、マナ様ともその絡みがあって、なんか、あ、なるほどなるほど、一緒にライブとかはやられないんですか、どうなんでしょうね、それもちょっと上條さんの今後の活動にご期待くださいみたいですね。ですけど、でも多分上條さんの世界観が好きな人は多分ウィングワークスの世界観も結構好きなんじゃないかな、あ、結構だってクラシカルな雰囲気もお持ちでしょ、あ、めちゃくちゃ好きですよね、はい、だからいいよね、うん、ぜひウィングワークスさんのライブも、あ、ぜひいらっしゃいませ、うん、
でもすごい精力的にやってますよね。まあそうですね、まあ月ライブまあ大体3本とか、うん、まあ4本とか、まあこの間ワンマンやってきたんですけど、うん、あ、ありがとうございます。ウエストだっけ。ウエストですね、うんうんうん、いい感じで。あ、本当、うん、まあ結成っていうか、まあその活動開始してから の、 そのずっと目標にしてた場所だったんで、うんうん、あ、うん、そうだね。それなんか目標の場所とか大事な場所ってありますよね。ありますね。私もウエストはすごい思い入れがあるんで、うん、行きましたって言ってる。 ありがとう。ちょっとどうだった、うん、どうでしたか。どうでしたか、うん、ね、コメントいただければ嬉しいんですけど。そう、あれ何をとしたんだっけ、なんかお話しようとしたんだけど、遠征ツラタン。ツラタンって何。ツラタン、遠征大変だみたいな、遠征辛いみたいな。そっか、遠征の人も結構、ね、ありがとう、羨ましい、羨ましい、羨ましいしいってあった。いや嬉しいですね。命燃やしたって、これ命を燃やせっていうのをすごいファンに伝えたくて、あ、うん、なんか今この瞬間本気で生きていこうぜっていう意味で、はいはいはい、瞬間の瞬間燃やすのが大事ですよ。いや大事ですね、もう毎回。なるほどね。あ、そう思い出した、ギターがナルくんなんだよね。そうなんです、はい、上手ギターがナルカゼくんっていう感じで。ナルカゼくんってほら、あのあれですよ、 SQF ですよ、皆さんご存知。そう、ご存知の方もね。去年ね、ゴシックサンバ作って CD シングル、うん、3枚出したんですけど、うん、全部のツアー全部 SQF さんとご一緒だったんですよ、うん、で、SQF さん の、うん、あのジョーカーくんってギターの、うん、下手ギターなのかな。そうですね、が、あのこちらでインガスでギター芝居回してくれてるんで。いいよね、あの子は。いや、彼超やばいっすね。うまいし、センスいいし、ね、いいし、イケメンだし、すごい、すごいいいと思います。そうそう、イケメンだよね、すごいイケメンだよね彼 ね、 ね、イケメンです本当に、うん、でも俺、なるあの他のね、その、うん、俺サポートメンバーじゃなくて、うん、ウィングメンってメンバーのこと呼んでるんですけど、うん、まあ、ウィングメン、翼の男たちっていう。おー、いいですね。まあ全員イケメンなんですよ。あ、そうなの。はい、ちょっとじっくり今度見に行って、ぜひじっくり見てほしいんですよ。そのイケメンって言っても、まあただ単純にそのまあ面がいいとか、うんうん、そういうことだけじゃなくて、うんうん、やっぱりこう本気でロックしてる人って、うん、やっぱ顔がこうギュッて引き締まってると思うんですよ。あ、分かる分かる、ね、本気でそのなんだろう、生きてる男って俺イケメンだと思ってるんで。そういう本気で生きてる男がイケメン。俺そう思うんです。名言が出ましたよ。だからイケメンとしかステージ立たないって決めてる、うん、あ、いいですね、素敵。じゃあそれじっくり見に行かないと。来てくれたらもうね、熱く生きてるイケメン、熱く必ず会えるっていう。それそれそれそうでございます、ね、これ揃えてみたいな。うちもね、あれなんですよ、はい、3月からサポートメンバーが入ってて、あ、俺あれです、そのかやさんのあれ、うん、ツイッターのあの写真、あ、バーンってバンドのあれになってるやつ、あの、うんうん、保存してます保存保存してます。あれかっこよかったんですよ。ありがとうございます、うん、あれはね、これ日崎さんも、ジュピターの日崎さんが参加してくれてやったんですけど、うん、そうなんです、うん、あのちょっとね、サウンドアプローチを変えてみようかな。うん、すごい楽しみです、うん、と言ってもあの確信は変わらないというか、うん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 、したしたい方向とかは変えないので、うんうん、まあ単純にそのライブでのその、そうそうそう、まあ、音の数みたいなことが、そう、うん、なんかクラブの楽しさをお伝えしたいなっていうのがあったので、うん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 、あのこうずっと打ち込みにこだわって、昔はダンサーとかがいたんで、で結構キラキラしたライブを中心にやってたんですけど、うん、まあ、少しやっぱり自分が好きなのはゴシックだったりデカダンだったりするんで、うんうんうん、そういうものをしっかり表現できる音っていうと、やっぱりバンドさんが、まあそうですよね、必要不可欠なので、うんうん、分厚くて影響だったみたいなことですよね、うん、じゃあちょっと映像も見てもらっちゃおうかな。お、見たいです。先日3月9日にですね、まんまライブがあって、7月31日に DVD を化としてね、 DVD して化してあの発売したんですけど、その中からちょっと一曲ちょっとだけ見ていただきたいと思います。
31日に発売しました彼の DVD、ノクターンうごめく微笑からローズジェールを聴いていただきました。結構こういう激しいのもあるんですよ。大好きっす。ありがとうございます。超大好きっす。結構ね、意外とね、私こういう格好してるので写真の雰囲気もこうなので、うん、なんかおとなしい曲ばっかりなんだろうなって思ってる方が多いみたいで。そんなことないんですよね。折りたたみありの逆台ありの、ああ最高っすね、拳あり、うん、もちろんこうやって見る曲もあるんですけど、うんうんうん、でもちょっともうちょっとみんなでこう熱くなれる、うんうんうん、増やそうかなと思って。すげえと思います。ツーマンしましょう。あ、いいですね。ね、あ、いいね。ツーマンしましょうよ。しますね。あ、ツーマンしましょう。ツーマンしましょう。いいですか。ツーマンしましょう。あ、行きましょう。いいですね、いいですね。これ絶対、絶対熱いと思います。ね。ね。音だって、音の雰囲気もなんか似てるもんね。絶対似てますね。クラシカルで、だってデジタルビートも結構入るし。多いですね。あ、楽しそう。お、これは、ちょっとじゃあ番組終わりで、打ち合わせ。よろしくお願いします。おーって来てね。お願いすることになったら来て。来てください本当に。そうそう、さっきねちょっとあったけど、私もねワンマンがあったりとかする。でも先にちょっと聞いてみよう。今後のスケジュール的なところは12月25日に、うん、あれですね、あのシングル出します。12月25日シングル。はい。わーす。あのフェニックスっていうシングル。フェニックスなんですけど、不死鳥って書いてあるやつなんですけど、うんうんうん、まあ僕まあさっきのシルバーの後にバットマンっていう CD 出して、うん、でまあ PV もそれ出してるんですけど、うんうん、まあそのシルバーバットマン続いてるんですよ。でそのバットマンの続きの物語、あ、シルバーバットマンフェニックスってなってて、気になりますね、つながりが。ぶっちゃけウィンウェックス始めるときに、うん、バーンって出てきた物語のそのひとまずそこまで思いついたっていうのが今自分の中でフェニックスのラストみたいな、うんうんうん、だからそれが絶対一作品じゃできないなと思ったんで、シルバーとバットマンとフェニックスに、まあ、最初から3部作にするって決めてたので、あ、まあ楽しみにしフェニックスを聞けばなんか全貌がやってきて、まあ、多分全部こうフェニックスが聞けばあのシルバーとバットマンも何なのか分かるっていうことに自分の中でしてて、でプラス、3月23日に、うん、あの高田のモバイルやワンマンで、あ、3月23日、はい、ワンマンをやります。でこれはあの、まあ、まファンに向けて言ってるのはもう絶対にソールドアウトさせるっていう、おうおうおう、そのまあ、あの公約というか、まあまあ、ファンと一緒の目標ですよね。あ、うん、いいね、そうね、うん、なんか一緒に成し遂げたいっていうのが、うん、まあ一つあって、うん、あ、嬉しいですね、うんうん、そっか、うん、あ、いいね、そういうの。うちもね、2月23日にワンマンライブで、はい、新宿ブレイズであるんですけど、ね、1月にワンマンで、うん、あの6大都市に行って、札幌から福岡まで行って、うん、ファイナルが2月23日、うんうんうん、1ヶ月、ちょうど1ヶ月ぐらいです。あ、そうですね。あ、本当だ。あれ3月の23です。あ、ちょうど1ヶ月だ。ぜひお邪魔します。あ、ぜひぜひ、じゃあお邪魔します。あ、お願いします。いや、ちょっとうちもソールドアウトとか、あ、やめとこう。いや、今しましょう。いやいやいや、今しましょう。俺ももうちゃんと拡散する。ブレイズ、あ、ブレイズ、ブレイズどうかな。どうでしょう、来てくれる皆さん。みんな行くでしょ。冬の遠征つらい、ごめんね。夏の遠征ももっとつらいよ。ね、名古屋年始だからきつい。え、ね、年始名古屋の方いつ行ってもきついって言うんだもん。ね、年始ってきつい。年始は、ね、毎年年始結構ライブ入れてるんですけど、はいはいはい、結構ライブハウスの人もみんな やらないんですよね。あの三が日とかそういう、あ、うん、ね、大阪が4日で名古屋が5日なんですけど、うん、じゃあいいんじゃないですか。厳しい、なんで名古屋ってお正月休みじゃない、違うのかな、ま、でも実家に帰ってきなさいみたいな。あ、帰ってんのかな、実家に。とかもたまには中にはいるんだよね。あ、うんうん、あ、仕事でもあれだよ、日曜日だよ、日曜も仕事か。まあね、あの飲食店とかね、接客業の方はね、そうですね、お店やってる方はね、仕事だな。そっか、それでも来る。そっかそっか、うん、仕事してて、でもね、そういう方が、あ、そっか仕事か、じゃあお正月外そうって言ったら、なんで正月とかにしてくれないんですかってクレームが来るんですよね。まあ、ありますね。なんで土日にしてくれないんですかね。で、じゃあ間取って金曜日かとかすると、うん、もう両方からクレーム来たり。そう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 もうどうすりゃいいのみたいな。いや、もう自分がやりたい気にやるしかないです。
そうね、うん、あんまり聞いてても、うん、ここやっぱり見てほしいし、うんうんうん、みんなと一緒に作るもんなんで来てくれないと意味がないから、うん、みんなの意見を聞く、ね、聞きたいからこういろいろリクエストは聞くんだけど、うん、最終的に全員の意見はね叶えられない。そうですよね、まあいろいろやればいいんですかね、うん、その土日の日もあれば平日の日もあれば、はい、全部やればいいと思います。もう数年ぶりにワンマンツアーなんで。あ、そうですか。何が何でも来てください。あ、ちょっと仕事休んで来てください。間違いない。ちょっと無理してくれください。すいません。その分すごいいいもの提供しますね。絶対3月もね、ぜひ来てくださいね、うん、エリアで。俺もねまだねウィングワークスになってねワンマンツアーとかをやれてなくて。あ、本当？うん、地方とかはいろんなとこは。地方はいやまだ東京でしかライブやったことなくて、うん、東京と関東かな。で11月と2月にまあようやく名阪行けるっていう、まあ、それもイベントなんで。いつ？11月のスケジュールと忘れてたんですけど、まあ、11月ホームページ見てください。とあと2月は2月1日2日みたいなことですね。うんうんうん、1日2日、はい、いいですね。でまあね、その何ていうんですかね、その先にワンマンとかね、ちゃんとごめんなさい、ね、切れるように、うん、まあ、自分のエリアを絶対そういうのを出して一応ね、公約だもんね。絶対にやってみます。で、あとこれ10分なんですけど。マジっすか。もうちょっと話したいことがいっぱいあるんですけど。まだまだありますよ。延長しちゃいます。なんかいつも延長してる気がするんですけど。お、ね、延長しましょう。延長しようか、うん、やめないで。11月21日あの僕の名判ですね。ありがとうございます。あ、ちゃんと教えてくれてる。ありがとうございます。あ、延長しよう、延長しましょう。そう、コーナーも入れたいから。じゃあ延長します。やったー。飲んでください。あ、いただきます。イエーイ、延長。そう、あのコーナーに行く前に、はい、あの話をしないと。10月に、はい、なんだっけ、 V アニメ、あ、アニメのコンピレーションアルバム、そうですね、出ますよね。10月2日でしたっけ、あのドクマジャパンさんから発売になりますけど、それに私たち参加しております。そうなんです。カヤ、さんも2月も、うん、それぞれの曲でってことですか。そうなんです。桜大戦の、そう、私桜大戦の劇艇を、おお、スーパー名曲、高速のですよ。あれすっごいドキドキしたんですけどね、うん、なんかいや、アニメソングって好きな方いっぱいあるじゃないですか、でそういうかすごい大事にしてる思い出の曲っていう方も多分たくさんいるはずで、うんうん、でなおさら桜大戦ってすごい大きなマーケティングでやってるから、あれいいのかな、カバーしていいのかなってすごい葛藤があって、うんうん、でも自分もそれありました。ね、でも俺も、は少女革命ウテナ、ウテナ、はい、レーボリューションです。レーボリューションですね。でももうあのアニメとあの曲が俺大好きなんで、もうその自分がその好きなことをやればきっと。俺どうしようと思ってるんで、うんうん、どうしたちよと思ってるんで。それ私ね、この間ね、前回ビジュアル系のカバーで、うん、あのクラッシュっていうのがあって、あ、それでラピュータさんのカバーさせてもらったんですけども、うんうんうん、もうその時も私も本当に90年代ビジュアル系大好きなので、うん、本当にその愛を持ってカバーしますっていうと、うんうん、思って、わかります、うん、で、歌うのも同じ感じ。そうです、本当のファンなら、うん、自分が好きなら今ちゃんと伝わると思ってるんで。それ、もともと好きなの？もともと大好きなんですよ。あ、そうなんだ。もともとあのアニメがもう死ぬほど好きで、ウテナって私ちゃんと見たことを実はウテナがないんですけど。あ、そうですか。結構不思議な物語だよね。もとも女の子よね、主人公、ね、天井ウテナっていう主人公の女の子がいて、はいはい、で、まあ、ある学園にその、うん、まあ、そのいるんですけど、うん、そこの生徒会、あ、生徒会の話なの？生徒会の話なんですよ。生徒会の中で一人のあと別の女の子、姫宮アンシーっていう名前の少女、はい、本当に好きなのね。本当に好きなんですよ。その生き生きしてます。もう、はい、語っていいですか？延長したし、語って語って。その子をその巡って決闘をするんですよ、剣で。え、女の子を巡って女の子同士が決闘するの？男もいるんですよ。あ、男もいるんだ。バラバラで決闘に勝った人間は、うん、その姫宮っていう、うん、女の子を、うん、自分の花嫁にできるんですよ。ほう。で、その、まあ、バラの花嫁って言うんですけど、うん、バラの花嫁を手にした者は、うん、世界を革命する力を。あ、だから世界を革命する力を。そうなんです。あ、なるほどね。じゃあそのバラの花嫁って何なのかとか、ほうほうほう、世界を革命する力とは何のことなのかっていうのを徐々に解き明かしていくというストーリーなんですよ。
なるほど。すごいアニメートに走りましょう。謎今いや本当今すぐいやもうアマゾンでもうアマゾンでポチッとこの間ねボックスが出たんで本当あボックス出たんですってポチッと言ってみるアマゾンでついでにウィングワークスとかやも買っといてああ間違いないです、ね、関連みたいなことで、ね、関連でこれも好きかもみたいなそうあのこの商品を買った方これも購入しますこれも購入なぜかウテナと並んじゃうそうまあでも本当にまあ結構それこそゴシックおたんびよねすごく超おたんびなんですよ、ね、その世界観でも俺もすごい影響されてバラの花嫁うわすごいな絶対解散好きですよと私も なんとなくは絵とかは、うんうん、なんとなくは見てて、うん、で曲はすごい好きなので、うん、そう今回私がカバーしたい曲に実はリストに入れててディズニーションもすいませんあいやいやとんでもない、うん、もうね全曲決まった状態で私決まったんであそうですかそうなんかね12曲で出す話だったんですけど、うん、あでももともと一番初めは13入れたいって言って、うん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 、でもあと一人が決まらなくて、うん、でもどうしても色が濃い人がいい色が濃くてビジュアルがしっかりしてて、うん、アニメが好きなビジュアル系の人っていいな、うん、いいなってトクマジャパンの人がいいこう思いながら、うん、トクさんのビジュアルカフェにあの出会ったあのイベントに、うん、エースさんかなんかにくっついてきた時に彼を見て、うん、これだみたいになってみたいで私アニメ大好きなので、うん、すっごい分厚いというか長い企画書を出して、うん、いっぱいこうこの曲をこの曲って、はいはいはい、この曲を私がカバーした時にこれが面白いと思うけどこれが何点だと思いますみたいな全部提案して、うん、でもみたいなでとケンケンがこう話し合って結局で、うん、劇でいいとかああいいですね楽しみですね作家劇団なうんそうですもちろん感じてます、うん、でもねすごい原曲好きな人大丈夫かなって思うぐらい変わっちゃったのであ結構変えた感じですか、うん、なんかねファイナルファンタジーのね、うん、ラスボスみたいな感じあいいじゃないですかなんかファイナルファンタジー4じゃないや6とかしたことあるあ6ありますねなんかケフカとかケフカですねみたいな感じ超強そうじゃないですか全然想像にしたくてへえ。でちゃんとねセリフも言ったんですよセリフがあるのあれ私たち正義のために戦いますあ、本当ですかそれも言ったんですけどねなんか呪いの呪詛みたいになっちゃってねなんか全然正義じゃないみたいなどういう感じのアレンジにしたんですか俺はまあその結構原曲に忠実なんですけどそれも意図があって、うん、これちょっとネタバラシになっちゃうんですけど、うん、一箇所だけめっちゃ書いてるんですよそこを際立てせたくて他はあえてシリーズに来ましたあなるほど、はい、大事よね、うん、こう全部フルテンじゃないけど全部ね、うん、モリモリにしちゃうと目立たなくなっちゃうそうなんですよ伝えないというか、まあ、最初にっていうかもう勝手に自分でそこを最初作っててそこを聞かせたいみたいなのがあった時に、うんうん、まあいろいろやってたんですけどなんか、うん、平坦になっちゃったんで、うん、だったらやっぱりその自分がもともと聴いてた歌のそのテイストは、うんまあ、自分のサウンドでやって、うんいいですね、うん、これが10月2日2日発売かな、うん、ドクマジャパンから発売でございます、うん、ぜひ他にもエースさんとかねデイジーストリッパーとかも参加してるよねそうですね、うん、結構面白いメンツであれですねあの、まあ、一緒にライブやってるあやべのイキスさんのあはい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 あやべさんとかも出るのかなそっかそっか、うん、あやべさんなんだっけあやべさんアンバランス留白ですねだよ ねそうやなアンバランスな偽装して歌いたかったあれいいですよねでもどういう風に重たいになってるかすごい気になる。どうかなってそれ気になりますね。あれは気になりますね。ねアニメ好きとしては、うん。じゃあちょっとこの辺でせっかくね延長したのでコーナーに行ってみようと思います。じゃあうるわしのビジュアル系のコーナー。はい。いつもですね私はですね、まあ、私97年ぐらいからビジュアル系やってるんですけど、うん、活動してるんですけど90年代のビジュアル系が。すごく好きで、まあ、すごい影響を受けたんです、うん、さっきお名前がヒデさんもそうだし、うなしえさんとか、うん、あの爆竹さんとかめちゃめちゃ好きで、うん、なのでちょっとこのビジュアル系について、うん、まあ好きなバンドでもいいしビジュアル系とはみたいなことをゲストの方といつも話してるんですけど、うん、ちょっとぜひ一番好きなというか影響を受けたはカリガリさんですねカリガリ、はい、バンドで言うと昨日聞いて超びっくりしたんだけどカリガリさんなんですよ一番長く、うん、深くファンだったバンドさんは俺完全にカリガリですよ、はい、意外すごい意外じゃない、うん、意外って言われるんですけど、うん、あのみんなびっくりしてるあそうカイジみたいな感じでざわざわしてるざわざわざわいやでも本当にカリガリ
ていうんですかね、そのバックボーンがとにかく超しっかりしてるじゃないですか。そうですね。もうそのまあ音回りで言うと、うん、まあ例えば UK ロックだったりとかゴシックだったりとかシューゲイザーっていうもうさ世界観、まあその昭和歌謡だったりとかっていう、うんうんうん、そこのやっぱりもうハイブリッドだと思うんですよね、昭和歌謡と、うんうん、まあそのイギリスの音楽みたいなことの、ね、とかもそうだし、まあ寺山修司だったりとか、ね、まあ、石破京だったりとか、そういう世界観、演劇の世界だとかもそうだし、あとはその当時のビジュアル系の中でも明らかに異質だったっていう、そうね、っていう他に被る人がいないものね、全くいなかったっすね。まあ自分はやっぱり好きなバンド、まあもちろん当然、まあ、ヒデサンダーとか、うん、ルナシーサンダー、まあ、X サンダーみたいな、まあテレビ出てるみたいな、うん、まあアーティストさんをきっかけで、まあ、バーッとビジュアル系好きになって、うん、まあちょっとどのバンドもすごい大好きなんですけど、うんうん、まあそれでまあ某フルーズメイト某になってないけど某フルーズメイトとか、まあ今はもうあれですけど、まあ、某ビシャスさんとか、あビシャスあった ね、買ってた某ね、あれショックさんとかね、戦慄のビジュアル&ハードショックとか、まあ、読んで、ショックさんはバイブルでしたね、バイブルですよ、読んでる中で、うん、なんでこの人たちはっていうふうに、まあ、最初に、うん、なんか思ったっていうか、うんうん、私あの前のボーカルさんの時にすごい好きで、忠治さん、忠治さんですね、そうそう、名字がない修二さん、名字がない方だった、はい、あのあれですね、子供のかな、子供の漢字が違うんだ、漢字が違ったけど修二さんって皆殺しっていうのを聞いてかっこいい、まああのキューピー人形とかすごいよね、やばかったっすね、この間ね、青さんといっぱい話してて、あ、本当ですか、そう、なんかこの間ね、8月2日にスリーマンやったんですよ、青井さんとカイドリさんと、へぇ、大阪でスリーマンやって、へぇ、いやいや、カイヤさんじゃなくてラボさん、ラボ、うん、ラボザベースメントさん、うん、で、その時に打ち上げで何か語ってて、いろいろ、いいなあ、あの方もビジュアル系大好きだからね、ですよね、うん、自分も一度だけ対談で、おお、あ、どことか、ガブの、はい、あ、うん、まさにそうですね、よろしくお伝えください、あ、かしこまりました、あ、ま、素敵よね、うん、いや、わかりやりさんもそうだけど、うん、こう90年代の方って特にそうだけど、うん、被らないっていうか、もうなんかもう独自の世界観がやっぱりどの方にもやっぱりバッチリあったと思っていて、うんうん、だってね、多分フールズメイドだったと思うんですけど、ショックスだったかな、うん、あのいや違う、フールズだ、うん、マリス・ミゼルとラクリマ・クリスティが対談っていうのがあったんですよ、やばいっすね、覚えてます皆様あれすっごい面白くて、だって並んでもさ、うん、どっちがどのマンのか一発でちゃんと分かる、ちゃんと分かりますね、うん、うん、あれ大事です、ね、大事ですね、最近シャッフルしたら全然わかりませんからね、最近そうですよね、やっぱ個性的っていうのは大事だと思います、うん、大事と思います、うん、マジですか、知らない方いらっしゃるの、フルーズメイトでね、随分前の話ですけど、随分前って言っても多分オールグワールとか多分出たぐらいなんでね、97年ぐらいだと思うんですけど、ね、うん、いやまあね、まあ、今の時代にもね、2013年それ以降にも、うん、ちょっとやっぱビジュアル系 その評価のされ方って、まあ、僕は変わってきてると思っているんですけど、そうね、もう音楽シーン自体が変わってきちゃってるから、ね、うん、まあ、それはそれで全然いいんですけど、ね、なんかそうじゃないニュアンスみたいなのも、うん、もっともっとこう新しい形で、ただ昔のあれを後追いするんじゃなくて、うん、今なりのやり方で、あのなんかスピリッツを新しい形で表現していく存在に、まあ、ね、なんか想像は魔法から生まれるっていうから、何になるのは仕方がないと思うんだけど、そうですね、うん、似てしまうのも仕方がない、うん、どの現実も、うんうん、でもそこに全然違うものを足せるかどうかで差が出ると思うから、もう自分らしさをぶっ込むことがあるみたいな、自分がさっき言ったザ・ハイブリッド・ショック・ミュージックっていうのがそこなんですよ、融合させるっていう意味で風景して、そこだから自分たちもやっぱりその影響をね、うん、90年代の音楽にもらった影響を伝えていくというか、うん、もう新しい形でこうよもうなんだろう、その後のあれに、ね、自分なりにこう開花させていくというか、本当そういうことです。ちなみにカイさんは一番その自分の中レジェンドみたいな、レジェンドはね、パクチクさんかな、ああなるほど、パクチク、うん、一番初めに聞いたビジュアル系っていうくくりにしていいのか分からないんですけど、パクチクさんだったの で、 あ、でその後に一番自分が青春を注ぎ込んだというか、うん、ハマったっていう言い方をすると、うんうん、ルナシーさんなんですけど、あ、うん、へ、四国近辺のライブは大体行ってましたし、へ、すごい好きだったんですけどね、もうでも四国でも例えばなんとかホールみたいな、そういうところ、うん、そうそうそう、まあ、K みたいな、へ、でもそうね、K
化粧の濃いバンドさんがとにかく好きで、俺もですね、うん、だからね、ちょっとあんまりメイク薄い、うん、普通のロックバンド系の方とかには、うん、嫌いとかじゃないんだけど、うん、聞いてなくて、まあなんか分かんなくて、うん、濃ければ濃いほど、うんうん、90年代のね、うん、末期って本当にもう濃い、濃ければいいみたいな。おこの間ね、はい、あのメガロマニアの打ち上げで上条さんと一緒に遊びに行って、うん、で、木崎さんもいて、うんうんうん、みんなでわーって飲んでたんですけど、うん、なんかそこも面白いお兄ちゃんいるわと思って、うん、仲良くなって、うん、ずっと飲んでたんですけど、アリエネ・マリアージュのレイさん、はい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 、あの、ね、ネガですよね。そうネガのレイさん、はい、で、もうアリエネ・マリアージュだと思って、うん、コテコテといえばアリエネぐらいのおっ、ですよね。いやレイさんとか思って、うん、でちょっとお話しして、へえ、なんかその後ご飯食べに行ったりとかしたんですよ。なるほど。まあね、この辺りの人たちも貫いてますからね。そうですね、貫いてますからね。ですよね。キーパーティー濃かった ね, ね。難しい難しい。一番はじゃあカイラリさん、一番そうですね、まあ、多分その、まあ、カイラさんのところルナシーみたいな、あ、こうハマったっていうの、俺もまあ岡山出身なんですけど、うんうん、まあ、岡山なのね、はい、近いんですよね。近いね。もう岡山の広島だ、うん、まあ、大阪だみたいな時にカリカリ見に行ってみたいな、うんうんうん、そういうことをしてました、ね。あ、なるほど。あとこう影響を受けたとか言います？ウィルワークス的な話で言うと、そうですね、まあヒデさん、宮城さんですね。ヒデさん、ヒデさん、宮城さん、宮城さん、うん、なるほど。そのビジュアル系初で、でまあ、元々シンガーじゃなかったけどソロアーティストになって、うん、なるほど、自分の道を切り開いたっていう意味で、その辺のお話はですね10月1日、あ、そうですね、語りましたね、うん、あのガブで、ガブでしっかり語ってますので、はい、ぜひゲットしてください。でもあれではね、なんかカリガリさんについては語ってないもんね、ここガブの方では。そうですね、うんうん、初めて言いましたね。他誰だろうな、でもいろいろ好きですけどね。ね、はい、ビジュアル系いいよね。大好きです。大好き、わかるわかる。もうギャオみたいなもんです、私も。いやもうどうすんの、ギャオ、わかんないけど、そこ難しいですよ。ギャオ姫みたいな、いや姫、意味がわからない。でも大事ですよ。大事です。なんかね、うん、なんか私バンギャっていう言葉もすごい好きで、でほら同じバンギャの中でもバンギャって言わないでっていう人とかね、あとたまにビジュアル系の中でもバンギャが嫌いっていう人もいるんですけど、意味がわからないと思う。意味わからないですね。ね、ね。いやいやいやみたいな。ビジュアル系だろお前ってすごい思うね。ほり持てよみたいな。ああ口悪くないじゃん。全然思いますけど。でも問題はそこに誇りを持てないっていう風にこうなっちゃってる。ああそれもよくない。今のこの時代というか。まあ、やっぱこうムーブメントを変えていくぐらいの衝撃を与えなきゃダメですよ。本当に例えばね、俺はヒップホップ好きだぜとか、うん、私アルドビ好きみたいな中で、うんうん、私ビジュアル系って言った時に、おーお前センスいいねっていう風に言われるものを我々は作っていかないと、ね、なんかちょっとさ、R&B とかさ、ジャズ好きとか言ってる方がちょっとセンスいいみたいな、うん、なんかおしゃれみたいな、ね、日本気で、まあ、うん、海外だとそんなことないと思うんですけどね。ここがね、海外ね、いいですよね。ね、好きなものは好きっていうのがはっきりそう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 してるし、うん、まあね、なんかみんなが好きなものが正しいみたいなのに流れやすいから、まあ、全然それはそれでいいんですけどね、うん、なんか、そうじゃなくても。23歳のおばんじゃってどういう意味？全然いいと思うっすわ。バカやろ、味噌汁超えてから言えば全然。本当ですよ、いいですね、ビジュアル系はいいと思います。じゃあちょっとこれからもビジュアルを貫いて、それでいきましょう。いきましょうね、うん、でしょ。40回ってるけど愛してる、いやいいと思いますよ。ああ最高です。うちのライブもね、10代も来るし、うん、50代も来るし、幅広いので。ああもううちも一緒です ね。じゃあもう一度ね、告知の方をやろうかなと思うんですけど、はい、3月前に、3月23日に、うん、3月23日に、うん、高田の向こうエリアで、はい、ワンマンやります。それで12月25日に、シングルフェニックスをリリースします。よろしく。もう予約もできるよね、12月だったら。まだかな。あ、まだですね、インスタイベントの文言がちょっと、あ、そっかそっか、決まってから予約開始。手帳にとりあえず書いといてください。はい、まあ、そっか。12月25日かやもね、12月にアルバムが出るんです。え、そうですか。おゴシックの集大成となるアルバム。おお、楽しみ。発売日がね、あれこれってとりあえずまだ言えない、まだ言えないけど、あ、そうですか。まあ
12月です。お、面白いですね。はい、じゃあぜひ両方買ってもらってみたいな。ね、私25日に花丸でもつける。ああ、花丸つける。うん、で、3月23日。23日です。ここはもうチケットは？まあもう、今先行受付中みたいな。あ、先行ですって。はい、お急ぎくださいね。お願いします。先行なかったらもう裏でいいんで。うんうんうん。変更はホームページ見たらわかるのかな。ホームページ見たらわかります。OK です。じゃあウィンクワークスさんのホームページでぜひ。こちらってやっとけば流れるんですかね。多分今上に出てるのかな。なるほど。あ、あ、こちらですね。ですね。お願いします。で、かやもね、1月にワンマンツアーがありまして、6大都市にいます。で、2月23日、ウィンクワークスさんの1ヶ月前に、新宿ブレイズにてワンマンライブを行いますので、ぜひ遊びに来てください。これがね、ブレイズ以外の、選考が9月1日からで、ブレイズだけ10月1日からなのかなです。よろしく。あ、そうだ、もう一個告知していいですか。あの、今日ね、打ち合わせしてきたんですけど、ファンクラブ旅行行くの。おー、いいなぁ。初なの。本当ですか。11月の16、17日土日で、伊豆に行きます。いいなぁ。なんだっけ、バラ色逃避行、かや様と行く伊豆の湯煙旅みたいな。やっぱ温泉的な。温泉的な。かや様、温泉とか入るんですか。温泉好きよ。へぇ。でもあんま人とは入らないけど。まあそうっすね。なんかこう貸し切りのとことかじゃない。うん。あ、でもその時は入りませんからね。なんか前告知したら一緒に入るのって言われて、ああ、一緒には入んないよ。女同士でそこは裸の付き合いみたいな。いやだいやだ。困る困る。ポロリもあるよねえよ。そうなんです。はい、そう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 。11月16で多分ね、これも10月1日、10月1日ぐらいから受付開始とかになるのかな。とりあえずチェックしておいてください。ね、あのウィングワークスさんはないの、ファンクラブとか。まだね、FC は作れてないんですけど。あ、ほんと？お予定は？は、気持ちの中ではあるんですけど、まだ動けてないんで、うんうんうん、はい、まずやっぱりそのファンをしっかり増やして、ね、ウィングワークスドーンってこうみんなに知ってもらって、ドーンって知られてから、ね、なるほど、はい、なんかいろいろイベントしないのとかみんな言ってくれてました。やりたいんで、ね、羽の会。あ、ファンクラブの名前かな。そう、 FC の名前とかはこんなんがいいなっていうのは、うん、自分は今超いろいろ妄想っていうか構想っていうか、作ることになったらこれにしようっていうのも、羽の会ではないんですけど。でもいい線いってます。かなりいい線いってます。ほんと、あれ楽しそう。かやもね、今回初めてなんでいろいろ企画を考えてて、かや様バスガイドっていうのをやるんです。マジっすか。右手に見えますのはって、一番高いのが中指でございますっていうね。ああ、それ面白いな。先言っちゃった。っていうね、フォローしながらね、たまに歌ったりとかしながら、ね。ああ、いいですね。ぜひ。ごめんなさい。古典的っていうね。クニちゃんのネタだよ。山田クニコのネタですけど。じゃあ、ウィングワークスさんもね、はい、あのファンクラブできるようにみんな、はい、頑張っていこうと思います。まずはエリアを埋めていただいて。エリアをまずソールします。ですね。じゃあ少し、せっかく時間が少しあるので、はい、なんかコメントでも拾って、ね、そうですね、うん、なんかちょっと質問とか、あ、FC できたら入る。え、なんか質問あればね、ね、いけますけども、なんかあります？コメントくださいな。コメントください。だって言った瞬間にいなくなっちゃった。ね。今日ね、いろんなね、ライブがあるからね。へー。好きなライブハウスは、渋谷アックスですね。あ、早い。アックスもいいよね。アックス大好きですね。うん、あ、いっぱいあってね。はい、ちょっと流れちゃった。もう一回。もう一回言って。好きな女優、ナタリー・ポートマンですね。あー、うん、なるほど。あと、ダコト・ファニングですね。あ、海外の方。ありがとう。久しぶりに見えて、ありがとう。あ、グッズフィギュア、いいね。ゴードン・イーストですって、いいですね。広島もまた行きます。広島も行きたいね。ジャンクションとか、クワトルとか。国は、国もいろいろ行きたい。ケイ君のこと、それからケイ君も愛してます。シルバー、アイスは、チョコ、好きなアニメ、ウテナですね。インナーはこんな感じです。はい、すごい、はい、ベッドは布団派。ベッド派。今このベッドです。香水使ってます。今あれです、ビビアンです。札幌も行きたいです。あ、そうだ、俺はかやさんの何なんです
何にしようかな。何にしようかな。なんかね、いっぱいいて、ゆらさまは恋人とか、はい、何がいいかな。何ですかね。リッキーさんは愛人8号なんですけど、ね、7号は誰なんですか。分かんない。8号って言い出したから。あ、自分でね。あ、前に 何言うだろうぐらいのこと的な。何だろうな、プレイメイトみたいな。エロくていいですね、うん、あ、なんかぽい。本当ですか。プレイメイトで、プレイメイトでよかったです。それでフィラメンテの周期は1ヶ月に1回ぐらいですね。決定、決定ですね。はい。あ、ペット、ペットもいいっすね。ペットね、ペットもいろいろ言ってたね。あ、もういい。まあ、でもなんかプレイメイトとかの方がなんかテンション上がりますね。女性っぽい、うん。奴隷、あ、スレーブ。スーマンいつやりましょうね。スーマンいつやろうか ねちょっとこの後話しましょう。ね、面白そう。神様、神様いますね。神様いると思います。これも絶対いると思います、うん、どっちが攻め、それを試してみないと分からないね。そうですね。始まらないと何でもいないですSM、うん、まあ時と場合によりますね。ね、ちゃんとこう相手に合わせますよ ねもちろんもちろん。そんな一人よがりじゃないといけないと思う。夏に包む、あ、いいですね。夏か。奈良もいいですね。好きな奈良ね、一回行って楽しかったよ。本当ですか。うん、鹿みたいな。いいなぁ。貞子は好きじゃないですね。貞子は私もあんま好きじゃないです、うん、見たことない。ね、カラオケ絶対歌う曲は中森明菜。へぇ、俺は小田裕二ですね。意外。あれです、あのサンバディトゥナイトですね。ああ、いいよね。めっちゃ好きなんですよ。あれいいよね。あれ好きですね。なるほど。化粧品シャネルですね。チョコレートポーです。好きなアイドルは名前が出てこない、あのあれですよ、あれベビーメタルです。ん、ベビーメタル。ベビーメタル、ベビーメタル。アイドルいるんだ。アイドルなのにメタルやってる。面白い。パンチ効いてますあれ。へえ。好きな牛丼屋さん、まあ、あんま先行かないですけど、まあ、でも吉牛でしたね。健康管理は、まあ、自炊とジョギングです。ジョギングしろの偉いよね。大事ですね。全然もうジムとか入ったけど全然やらないし、もうほんと走るみたいなことですね。あ、ベビーメタルもすごい人気出てる。すごいやっぱ人気あるんですね。好きなのね。うん、まあでも本当にあれですね、あの本当曲がかっこいい。ゲームは、ゲーム全くやらないっすね。最近しないですね。パンとご飯、あ、進撃の巨人見てます。パンも食べてます。進撃の巨人は漫画で読んでます。もう俺も11回読みました。なんだ？ねえ。もう気になって気になって。マジかよ、みたいな。そこで終わると思って。そこで終わるからですよね。12月ですよね、確か。あ、12月なんだ。ゲームは。楽しみ。そうなんすよ。じゃあ、進撃の巨人と共に、ウィングワークスの。ね。進撃彼、ね、のアルバムを買っていただいて、ね、好きな映画、好きな映画ショーシャンクス一番は。あ、こういうやつだ。はい、あれです。舞台化しますよ。あ、そうなんですか。確か、お互いに褒めてください。うん、美しい。イケメン。ざっくりだね。印象に残っているライブは自分だってことですかね。自分の毎回ですね。はいはい。だってすごい早く流れるから ねいっぱい拾ってんだもん。好きな番組は一本グランプリですね。こんなにね、コメント拾いまくったことないですよ。あ、本当ですか。いや、なんかすげえ、ね、すげえ楽しい。俺初めてですこれ。本当に私も初めてです。好きな映画ショーシャンク。あ、ミュージカルやる。ミュージカルやりたいの私ね。すっごいやりたい。俺一回だけ役者やったことあって。あ、本当、うん、演劇超好きです。いいよね。彼もあのお芝居仕立てのライブをよくしてるから。あ、ミュージカルすごいしてきて、エリザベートっていう大好きなミュージカルがあるんで、あれはビジュアル系だけでどうしてもやりたくて。エリザベートとエリザベートバートリーなんですか。エリザベート、あ、そっちじゃなくて、セベトバートリーも好きなんだけど、それはそれでね、この曲、正しくこの曲なんですけど、エリザベトバートリーをモチーフにして、シングルを前に出したんですけど、とはまた別に、ハプスブルグ家の最後の王妃っていう、帝劇とかね、宝塚でやってる舞台で、そうですね、ビジュアル系だけでやりたいの。俺じゃ、なんかプレメイトみたいな役いないんですか。プレメイトみたいな役、あ、あるあるある。本当ですか。ぜひ、なんか出てほしい。ミュージカルもありそうだもんね。やってみたいです、うん、すごく。質問も来ないのかな。好きな飲み物、シャンパン。飲み物か、コーラ。アメリカンだね。キャット、日本酒と焼酎、日本酒ですね。ツーマンの方向性はこれから決めます。そうね。あ、ちょっと途絶えましたよ。
厚底は俺でも全然2センチとかですよ。あの買えば結構高いの履きます。背が低いもんで。方言でお互いに告白して。方言ってさ、東京にいると出なくない？はい、もうすっかり出なくなりました ね、 ね。なんか実家帰ったりすると出るんだけどね。そうなんですよね。コーラ、ペプシ、あ、もう完全にコカコーラですねライブのハプニングはまあ毎日がハプニングですね。そうね、スカート壊れたとかね。え、スカート壊れた？ライブ中にバンって。え、どうした？動いたら落ちるからこのままこうジンジン下がりました。あー、なるほどな。カイちゃん背低いよ。好きなモチーフは翼ですね。バラかな、やっぱり好きなモチーフ。俺ね、コーラゼロ無理なんですよ。味違う？全然違う。あ、ほんと？うん、でもね、歌始めてからやっぱ炭酸はまあ飲まなくなったんで、うん、あ、お酒の失敗談のこと聞きたい。お酒の失敗談、私いっぱいありすぎて私は話せないんですけど、ね、一番パッて今出てきたのは飲んでてあれですね、泣いたみたいなことですよね。あ、泣く人ですか？いや、その一回だけですね。あ、いやもう無理ですよ、本当に本当に。いや、なんだっけな、なんて泣いたの思い出して。地方で、うん、なんかまあ当時のバンドメンバーと飲んでて、うん、で、まあ本当に今でも覚えてて恥ずかしいんですけど、まあすげえもうとにかく、まあ、飲んでて、うん、まあ某当時、まあ某ビドールさんの、あ、全然某になってる、某ビドールの、まあ某もうテロさんにものすげえ飲まされて。テロはよく飲むからね。もうテロさんすごいじゃないですか。すごいよね。でテロさんに飲ます、しこたま飲まされて。飲ますの好きだしね、あの子に。あ、やっぱそうなんですか。そうなの。もう怖いな本当に。でまあベロンベロンになって、でまあでもメンバーと部屋帰るじゃないですか、うん、ただもう完全出来上がってて、でその同じ部屋のメンバーともうお前とバンド組めてよかったよみたいな感じでかわいい。そいつのベッドでなんか俺が言ってて、その確か一緒に寝たんですよ。そのあら、かわいい。そのままで、まあ、起きるじゃないですか、うん、で俺全部覚えてるんですよ、それ。あ、覚えてるんだ。記憶が飛んだことがなくて。それはいいですね。いいんですかね、すげえ恥ずかしいですよ。いやいや、全部覚えてるのも辛いけど。いや、ほんと辛いっすよ。忘れてたら忘れてたで辛いっすよ。ほんと恥ずかしくて記憶飛ばしますけど。とかっすね記憶にないならね、記憶にないならまあ逆に恥ずかしい、逆に恥ずかしいですよ。だから時々そういう話やっぱメンバーとね話した時にすごい照れくさいみたいな。大人のしがらみ話が聞きたい。そんなこと言えませんよ。言えませんよ、そんな大変ですよ、言われると。そんな毎回 CD 出すたびに暴れてるとか言えないですよ、そんなの。CD 出すたびに暴れてるの？暴れてますよ、そんなの。どういうこと？この携帯で絶対リリースしたいっすみたいな。ああ、うん、なんかね、いろいろありますからね。絶対にこの位置だと嫌ですみたいなのとか上がります。対バンしたいバンドマリリンマンソンですね私ガガかな、じゃあ。あ、ですね好きな女性のタイプはまあビジュアル系好きな人ですね。あ、わかる。音楽好きな人です。ね、音楽好きでビジュアル系好きじゃない、うん、持ってる資格は私普通免許持ってます。いいな、そろそろね取らないとと思いつつね。持ってない？持ってないんですよ。自分に持ってるんですか？いいな運転全くしないけど。ああ。ガチャラッカもいいね。ああ、テロさんですよね。で、あとか、うん、テロ呼ぼう。あれテロだっけ？テロだっけ？テロさんあれ確かサポートですよ。あ、本当？うん。さっきドラム叩く女性はっていいと思います。あと、いいね、うん。ドラム叩く女性いいと思います。ちょっと森高千里を思い出します。いいですね。ハンバーグイズもいいですね。あ、手丸さんね。あ、サポートなんだ。テロさんサポートですね。好きな食べ物は？食べ物、最近ね、フレンチトーストとかですよ。フレンチトースト。なんかもうこういうね、見た目だし、あんまり料理してますみたいなのとか、あんま言えないなみたいなのがあるんですけど、めっちゃフレンチトースト作るんですよ。あ、作るんだ。すごい。食べたい。今度作ってもらってください。あの、いろんな卵にいろいろ混ぜるんですよ。かわいい。とか。ね、私こんな見た目なのに言ったら変ですけど、うん、全く料理しないんですよ。あ、そうなんですか。できないんです。なんかすごいこうあれとか作ってそうですけどね、なんかこう全然全くできなくて。そうですか、うん、まあ、でもなんかあんま食べなそうですもんね。そんなことないですよ食べるのが大好きなんで。へー、食べる一方で、ね、作らないんです。おー、うん、女性用の服、あ、今日着てるの俺全部レディースです。彼も今日全部レディース、うん、レディースやっぱいいですよねなんか安くて可愛いのが多いだし、体にも合うしみたいな。そう趣味は、うん、趣味の音楽ですね。
最近泣いたことは。泣いたことは、メンバーにあれですね、お誕生日祝ってもらって隠れ泣きましたね。可愛いね。いやー、よかったっす、うん、痩せてるな。いいっすね。そう、メンツ高いんだよ ね。3日、3日はまあ、走ってまあ声出してみたいな。そんな大したことは素敵ね、行くとかないな。体重はまあ聞いちゃう50ちょいとかですけどね。あ、今の衣装割りディースないですよ今日。その衣装は衣装だから、ね、今日着てきた、ネットゲーム、ネットゲームやったことないんですよ。ネットゲーム、ネットゲーム、ネットゲームやったことない。ね、あれですよね、なんかファイナルファンタジーが出たんですよね、確か。あ、そうなんだ。なんかもうついていけませんね、そこまで行くと。リンゴ何個分、リンゴキティちゃんじゃないな。リンゴ3つ分キティだね。日崎と、いや日崎の方が強いですよ。お酒強いんですか。あの子すっごい強いです。へー、すごいですよ。しっかり90年代ビジュアル系バンドマンですよ。あれさすがですね。すごいな、もちへー。私はお酒好きなだけで弱いので。あ、俺もなんですよ。好き、味は好きなの。そうこういうっちゃう。うんうん、今日ね、ライブやってると思いますよ。ふぅ、ワーターベルトについてご意見。ワーターベルトは使ったことないですね。まあ、見るのも、つけるのも好きですね。つけることある？あるんじゃない？相性とかで、はい、そう。まあ、歌うようになってからまだないんですけど、まあ、いいタイミングで披露しようかなとやってるんで。嫌いな食べ物は完全にキノコですね。キノコダメなんだ。無理っすね。全部無理。あ、全部無理なの？もうマスだけ。とかも意味わからないです。あ、あらあら、これから美味しくなる時期も全然、うん、何もよく行ってた。へぇ、清水と思って清水行ったりとか。あぁ、うん、いいなぁ。いろいろ行ってましたね。好きなのね、あの曲。わかんない、なんだろう。ヨアディスコとか骨張ってなんですか。骨ハウス、歌物ハウスですね。うーん、ハードハウスで結構メロディーがしっかりしてるもの。うーん、それこそ帰り見道具とかマドンナとかをこうちょっとテクノっぽく、うーん、うん、みたいな。クラブが好きで私。ああ、はいはいはい、うん、あ、そうこうしてる間あと2分ぐらいですね。え、マジっすか。じゃあさ、次のラストいきましょう。戦国武将信長織田ですよ。そうしてる。あと武将じゃないけども白は天草ですよ。あ、天草白は好き。あの2人です、本当に。白はいいですよ。あのロマンです、本当に。ロマンあるよね。間違いないです。わかります、はい、私も歴史ものとかすごい好きなんで。もう自分もす、いいね、はい、ちょっとじゃあこの終わった後にその辺を語りましょうね。ご飯でも食べながらね、ぜひぜひ。そうしましょう。じゃあちょっとそんな感じで今日は本当にありがとうございます。 ありがとうございました。じゃあ12月25日のシングルと、はい、あとガブ見てくださいね。10月1日、うん、全国で配布してますので。2月23日の新宿ブレイズ終わって3月23日の高田馬場エリアワンマン、はい、ちょっと先ですけどね、今から手帳に書いておいてください。ぜひぜひね。じゃあ来月は、来月まだ決まってないけど多分やります。こんな感じなんですよ。なるほど、適当な感じでお送りしてもらう。じゃあこんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。きげんよう。